になれ列になれ修学旅行だ列になれ生まれて初めて乗る新幹線バスに乗れバスに乗れ修学旅行だバスに乗れ車酔いするやつは前に乗れ楽しい夢乗せて僕らのバスは行くあいつもこいつもはしゃいでる先生もはしゃいでる写真撮れ写真撮れお寺も神社も写真撮れ天候取りまたバスに乗れ平安神宮に金閣銀閣寺二条城の廊下キーキー音がするさあ進めさあ進め三年坂だとさあ進め清水の舞台から飛び降りろ探検とか言って旅館の中をうろうろ風呂に海パンで入るな女にここから見えると大騒ぎ夜になると誰からともなくすぐ始まるお決まり枕投げあいつを集中的に攻撃するんだそばから撒き散らすなそれから怖い話をした後好きな子の告白大会夜が更けた頃抜き足差し足女子の部屋へ忍び込め先生見回りに行ったとこりゃやばい女子の布団に潜り込め女子のいい匂いに頭はクラクラちょっと興奮下半身よく寝たあいつの顔に落書きをしてからしっかりカメラでパチリ生徒が寝静まった後先生集まり部屋で大宴会次の日朝起きたらまたバスに乗り込んで今度向かうのはなら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 隣のバスガイドさんは綺麗さこんなの不公平東大寺の仁王像の前で同じ顔をして写真撮る記念撮影前のやつの肩にそっと手を置いて心霊写真ご覧ください。右手に見えますのが多分大阪城だと思います。マイク回せ、マイク回せ。田中君のこと好きやねんて。やめろや。大仏の鼻の穴、同じ大きさの柱の穴くぐるとデブだとくぐれない。奈良公園鹿せんべい片手に追いかけ回される鹿の糞チョコレート。お土産だ、お土産だ、土産を買うなら新京極。